ナマンダーウ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 ナマンダー、皆様こんにちは、平田門氏です。この動画では浄土真宗の教学についてお話ししています。今回は三眼転入の心を伺います。三眼転入という法義は親鸞聖人の次の言葉に由来します。ここをもって愚徳釈の乱、論寿の下義を仰ぎ、修士の関係によりて、久しく万行諸禅の家門を入れて、長く宗樹林家の往生を離る。禅本特本の真門に偏入して、ひとえに南寺往生の真を起こしき、しかるに今、ことに方便の神門を入れて、戦弱の眼界に転入せり、速やかに南寺往生の神を離れて、南寺義往生を遂げんと欲す。下水の誓い、誠にゆえあるかな。こういうわけで、私、愚徳釈の親鸞は、七高僧のお導きによって、久しく、第十九願に誓われた万行諸禅を治める方便の家門を出て、長く宗樹林家の家土往生を離れ、第二十願に誓われた自力念仏を治める神門に入って、一筋に何時の家土往生を願う心を起こした。ところが今、その方便の神門を出て、第十八の戦弱本願の海に入った。速やかに南寺往生を願う心を離れて、南寺義の真実法度の往生を遂げようとしている。必ず本願の真実にいらせようと第二十願に誓われたことは、まことに深い理由のあることである。この御門は一体何を言わんとしているんでしょうか。このことについて、江戸時代以来さまざまな議論があります。ところが諸説紛々のありさまで、定説がありません。諸説のいちいちをここに挙げることはしませんけれども、この動画では次の3つの説について、その妥当性を検討します。このことが分かれば、三眼転入の意味が明らかになります。一つ目の説。三眼転入は誰もが共通して通る道である。二つ目の説。必ず第十九願、第二十願、第十八願の順に転入する。三つ目の説。第十九願は善を進める願である。今回は一つ目の説を検討します。残りは次回以後の動画で検討します。一つ目の説。三眼転入は誰もが共通して通る道である。このことを考えるとき、最初に浄土真宗は本願力恵光の法門であるということを押さえておかなければなりません。親鸞聖人は教行信証の中で次のように言われています。慎んで浄土真宗を案ずるに、二種の栄光あり。一つには王僧、二つには元僧なり。王僧の栄光について、真実の教行信証あり。慎んで浄土真実の法を伺うと、如来より二種の僧がエコーされるのである。一つには私たちが浄土に往生し成仏するという王僧がエコーされるのであり、二つには浄土から迷いの世界に帰って衆生を救うという元僧がエコーされるのである。王僧のエコーの中に真実の教徒、行徒、信徒、聖徒がある。
また浄土門類聚で次のように言われています。しかるに本願力の栄光に二種の層あり、一つには王層、二つには元層なり。ところで本願の働きとしての栄光に二つの層がある。一つには私たちが浄土に往生し成仏するという往生であり、二つには迷いの世界に帰って衆生を救うという元想である。教行信証では浄土真宗の僧には二種の栄光があると言われています。浄土門類聚証では本願力の栄光に二種の僧があると言われています。二つを比較しますと、浄土真宗とは本願力のことだということがわかります。エコというのは恵まれる、与えられるという意味です。ですから本願力によって二種の層がエコーされるんですね。その二種というのが王層と元層です。王層というのは往生浄土の僧正の略で、お浄土参りの姿、お浄土参りの道筋という意味です。元僧というのは元来英国の僧正の略で、お浄土に生まれた者が迷いの世界に帰ってきて衆生を享受する姿を言います。このうち王僧の栄光には教行信証があると言われます。つまり王僧の栄光というのは教行信証が栄光されるということです。教行信証が栄光されるということは四十八願の中の三つの願に誓われています。第十七願と第十八願と第十一願です。唯心証門に次のように言われています。第十七の願に、十方無量の諸仏に我が名を褒められん、唱えられんと誓いたまえる。十方無量の諸仏に我が名を褒めてもらおう、我が名を唱えてもらおうと誓ってくださったんですね。これが第十七願です。そしてこの願が成就して十方無量の諸仏はそれぞれの世界で阿弥陀様の御名号を褒めるご説法をなさったんです。そしてお念仏をなさいました。お釈迦様も諸仏のお一人ですからね、阿弥陀様の御名号を褒めるご説法をしてくださいました。それが大無量寿経のご説法です。このようにして大無量寿経がエコーされたんです。教行信証の経がエコーされるというのは大無量寿経がエコーされるということです。大無量寿経は名号を褒める御説法ですからね、この御説法を通して名号がエコーされるということでもあるんです。経がエコーされるということは名号がエコーされるということでもあるんですね。そしてお釈迦様はご説法をなさるとともにお念仏をなさいました。このお念仏が教行信証の行です。お釈迦様のお念仏を通して私たちにお念仏という行がエコーされるんです。お釈迦様は自らお念仏されることを通してお念仏が往生の因となる行であることをお示しくださったんです。このように第十七願によって経と行がエコーされるんですね。親鸞聖人はお手紙で次のように言われています。十七の願に我が名を唱えられん
と誓いたまいて、十八の癌に、信心誠ならば、もし生まれずは仏にならじ、と誓いたまえり。十七十八の悲願、皆誠ならば、正常寿の癌は、戦なく候べきか。第十七癌で、我が名を唱えられよう、と誓ってくださったと言われています。ここでは、十方主上に唱えられよう、という意味です。十方主上に我が名を唱えられようと阿弥陀様が誓ってくださったことを、お釈迦様のご説法やお釈迦様のお念仏を通して知らされるんです。このようにしてお念仏がエコーされるんです。このお念仏が行です。私たちがお浄土に生まれさせていただくための行なんです。そして第十八願に、信心が誠ならば、それでもしお浄土に生まれないならば、私は仏になりません、と誓ってくださいました。お念仏する者の信心が誠なら、必ずお浄土に生まれさせるということです。阿弥陀様から恵まれたお念仏が往生の因となる行だと信じて唱えるんです。これを信心誠と言います。これが教行信証の信です。第十八願によって信がエコーされるんです。第十七願と第十八願が誠ならば、主上を正常寿の位に定め、必ず滅度に至らせようと誓ってくださった第十一願が無意味であるはずがあろうか。第十七願と第十八願が誠なんだから、第十一願も誠なんだ。で、この第十一願の滅度が教行信証の正です。この第十七願の行と第十八願の真が因となって、第十一願の正を売るんです。この正というのは、現象に正常寿に従し、到来に往生即成仏の妙化を称することを言います。このように第十七願、第十八願、第十一願によって教行信証がエコーされるんですね。これを応相エコーと言います。この三つの願によって阿弥陀様の救いは完結しているんです。ですから、第十一願、第十七願、第十八願の成就文に次のように言われています。それ主上ありて、他の国に生まるる者は皆ことごとく正常の寿に従す。ゆえはいかん。かの仏国の中には、もろもろの蛇獣及び不浄獣なければなり。十方豪蛇の諸仏如来は、皆共に無量寿仏の異人苦毒の不可思議なるを算段したも、あらゆる衆生、その名号を聞きて信心歓喜せんこと、ないし一年せん。死神にエコをしたまえり、かの国に生まれんと願ずれば、すなわち往生を得、不退転に従せん。ただ、五逆と、非法消防とおば除く。さて、無量寿仏の国に生まれようとする人々は、皆ことごとく、正常寿に入る。なぜなら、その国に、蛇成就や、不成就のものは生まれないからである。すべての世界の数限りない仏方は、皆同じく無量寿仏の計り知ることのできない優れた功徳を褒めたたえておいでになる。すべての人々はその仏の名号の言われを聞いて信じ喜ぶ心が起こるとき、それは無量寿仏が
誠の心をもってお与えになったものであるから、無量寿仏の国に生まれたいと願う立ちどころに往生する身に定まり、不退転の位に至るのである。ただし五逆の罪を犯したり仏の教えをそしる者だけは除かれる。第十七願、第十八願、第十一願が成就したことによって教行信証が回向されるんです。私たちはお釈迦様が名号をお褒めになるのを聞いて信心歓喜します。そしてこの真の一年に往生成仏することが定まる。臨終にはお浄土に仏となって生まれていくんです。阿弥陀様の救いはこのようにエコーされているんです。教行信証がエコーされるというのはお釈迦様のご説法を聞くことを通してエコーされるんです。第十七願と第十八願は一続きの願です。成就門に十方豪者の諸仏如来は皆共に無量寿仏の異人苦毒の不可思議なるを三段したも、あらゆる衆生その名号を聞きて信心歓喜せんことないし一年せんと言われています。諸仏は無量寿仏の異人苦毒の不可思議であることを三段されるんです。異人苦毒とは何でしょうか。一年多年門位に苦毒と申すは妙号なりと言われていますからね。異人苦毒は妙号のことです。妙号を三段されたんですね。その妙号を聞き手というのは諸仏が三段されたその妙号を聞き手ということです。私たちはお釈迦様が妙号を三段されるのを聞いて信心歓喜するんです。こういうわけで第十七願と第十八願は一続きの願なんです。二つの願は切り離すことができないんですね。ですからここには第十九願や第二十願が入り込む隙間がありません。もしも三願転入がみんなが共通して通る道だとすると、往生エコーとして第十九願第二十願もエコーされなければなりませんね。三願転入は第十九願第二十願第十八願と転入するわけですからね。第十七願の後第十八願の前に第十九願と第二十願がエコーされなければならないわけです。ところがそうじゃありません。往生エコーの救いには第十九願第二十願が入り込む隙間がないんです。そもそも往生エコーは他力エコーです。阿弥陀様の功徳を私に授けてくださるんです。ところが第十九願第二十願は自力エコーです。自分が納めた行の功徳を阿弥陀様に差し上げるんです。他力エコーと自力エコーは全く相入れません。方向が逆ですからね。じゃあ第十九願と第二十願は何のために誓われたのかということになりますけどもね、このことについては次回の動画で検討します。浄土真宗のお証言を見ますとね、第十九願第二十願には触れずに阿弥陀様の救いが説かれた言葉が非常に多いんです。この真実の称名と真実の信行を得たる人はすなわち正成就の位に従せしめんと誓いたまえるなり。真実の称名は第十七願、真実の信行は第十八願、正成就の位に従せしめんは第十一願です。この三願によって救いが語られています。ここには第十九願第二十願はありません。
弥陀の本願信ずべし。本願信ずる人は皆、摂取不捨の利益にて、無常覚をば悟るなり。弥陀の本願信ずべしは第十八願。無常覚をば悟るなりは第十一願です。この二願によって救いが語られています。ここでも第十九願、第二十願はありません。弥陀の誓願不思議に助けられまいらせて、往生をば遂ぐるなりと信じて、念仏妄想と思い立つ心の起こるとき、すなわち摂取不捨の利益に預けしめたもうなり。ここでは第十八願だけで救いが語られています。一生悪を作れども、愚勢に妄愛ぬれば、安尿害に至りて妙化を小せしむと言えり。一生涯悪を作り続けて、良い行いを一つもしなくてもですね、愚勢に会えばお浄土で悟りを開かせていただくことができるんです。愚勢に妄愛ぬればというのは第十八願です。妙化を小せしむというのは第十一願です。第十八願と第十一願で救いが語られています。一生悪を作れどもとありますからね、この人は善を行っていません。第十九願の行者は善を行いますでしょ。この人は行っていません。ですからこの人は第十九願を経ずにいきなり第十八願に出会っているんです。つまり三願転入していないということです。第十九願を経ずとも、第二十願を経ずとも、第十八願に会えばお浄土に仏となって生まれていくことができるんです。末代無知の在家始終の何女足らん友柄は、心を一つにして阿弥陀仏を深く頼みまいらせて、さらに世の方へ心を振らず、一心一向に仏助けたまえと申さん主情をば、たとえ在業は尋従なりとも、必ず弥陀如来は救い増しますべし。これすなわち第十八の念仏往生の誓願の心なり。たとえ在業は尋従なりともと言われていますから、さっきの一生悪を作れどもと同じことですね。この人は善を行っていないんです。つまり第十九願を経ていません。さらに世の方へ心を振らずとも言われています。これは第十八願以外に心を向けないということです。ですから第十九願の諸行にも、第二十願の自力念仏にも心を向けないということです。つまり三願転入せずとも第十八願をいただけば救われるということです。このように見てきますとね、初めにご紹介しました三つの説のうちの、三願転入は誰もが共通して通る道であるという説が間違いであることは明らかです。じゃあ三願転入って一体何なんだということになりますけれどもね、このことについては次回以後の動画で明らかにしたいと思います。ということで、今回は浄土真宗は本願力栄光の法門であるということと、三願転入は誰もが共通して通る道ではないということをお話ししました。それではここまでとしましょう。皆様ごきげんよう。ナマンダーブ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 。